はい、こんにちは。伊藤万京です。前回からお届けをしています、レジスタントスターチ、そしてリッキーガット症候群についてのお話はいかがでしたでしょうか。僕はキックボクサーとして、そしてパーソナルトレーナーとして活動していく中で大切にしています。マインド、栄養、コンディショニング、フィジカル、そして知識を皆様にとって分かりやすく、 そして様々な日常の生活の改善のきっかけになるような動画を投稿したいと思いこうして YouTube を始めてみましたそんな今回はダイエットにつながる有酸素運動と無酸素運動について情報をお届けします今回は運動習慣について運動は大きく分けると有酸素運動、無酸素運動この2つに分類をされますダイエットには有酸素運動が 効果的などと言われることもあります実際にはどちらも効果があるのですが使い方やタイミングが大切になってきます有酸素運動と無酸素運動では得られる結果が違ってくるのですここで2つのエクササイズを見てみましょう1はじ、い、めの映像はヘックスバーを使ったスクワットの映像ですうん、はい、5 4 3 2 1はい <laughs> そしてもう一つの動画はキックボクシングのミット打ちの映像ですこの2つの運動の違いはどこにあるのでしょうか筋トレ器具の種類の違い 華やかさ目の輝きではどちらがダイエットに向いていますかさあ話を本題に戻していきましょう有酸素運動無酸素運動の違いって人がが運動すするのにはエネルギーが必要ですそのために炭水化物を摂取し脳をはじめ全身にエネルギーを送り生命活動を行う必要があります 有酸素運動と無酸素運動とでは使うエネルギーが違ってきます有酸素運動では酸素酸素を利用して糖質や脂肪を燃焼させエネルギーとして活用していきます無酸素運動は筋肉に蓄えられている糖質からエネルギーを生み出す割合が高くなっています先ほどのトレーニング画像であったヘックスバーンのスクワットなどは無酸素運動 キックボクシングのミット打ちは有酸素運動などに分類をされるでしょうダイエットで皆様がイメージされる姿はどのような姿でしょうか私がイメージするのは余分な脂肪がなくなった姿ですでは この余分な脂肪を燃焼するるにはどうするか。余分な脂肪がなくなり得られるメリットが生かせる状況にあることこのことこそがダイエットの一番の目的であると言えるでしょう余分な脂肪がなくなった姿という目的を達成するためには皆様のマインドも大切になってきます例えばキックボクシングのために痩せるのであれば試合に勝つための痩せ方でないといけないですし 病のために痩せるのであれば悲壮感なく健康的に痩せた方が良いゴールと目標がとても大切と言えるでしょうさあ話を本題に戻しましょう目的を叶えるためには余分な脂肪を燃やしていかないといけませんがこの余分な脂肪をどのように燃焼させていくのか摂取と代謝のアンバランスにより体内に蓄積される脂肪 脂肪のままではエネルギー利用が実はできないんですねエネルギーとして使うには脂肪を分解するリパーゼという酵素が働き有利脂肪酸とグリセロールになり細胞内で有利脂肪酸がミトコンドリア内の酸素と結びついてエネルギーに変換されます用語解説ミトコンドリアとはミトコンドリアってよく聞く言葉ですよね でもなんかいまいち理解をしづらい言葉なのでここで一度しっかりと解説をしておこうと思いますミトコンドリアとは細胞内に存在する細胞小器官オルガネラの一環ですう <laughs> 辞書に頼った僕がバカでしたね人間が生きるためにエネルギーが作られます車でいうところの ガソリンですね。このエネルギーを作るところがミトコンドリアです酸素不足になると人は窒息してしまいますよね細胞の中にあるミトコンドリアに酸素が供給されない結果エネルギーを作り出せずに窒息をしてしまうこのようなエネルギー回路があるため人間には酸素が必要不可欠ですさあミトコンドリアの働きが分かったところでもう一度脂肪を燃焼させる方法に戻っていきましょう 細胞内で有利脂肪酸がミトコンドリア中の酸素と結びついてエネルギーに変換されますこれが脂肪燃焼時に酸素が必要な理由です実はリパーゼという酵素は運動時に放出されるアドレナリンによって活性化するので体脂肪を燃やすには興奮状態を作り有酸素運動をすることもダイエットにおいて必要な要素となります有酸素運動を始めて脂肪燃焼までの時間 これまで有酸素運動で脂肪が燃焼するには20分以上かかると言われてきました体内のエネルギーは糖質から先に使われ完全に消費してから脂肪が使われるという考え方からですけれども実際は糖質と同時に脂肪の燃焼も始まっていますその量が糖質を上回るまで20分以上かかるというのが正しい解釈のようですこの 20分以上というのは一度の運動で達成をしなくても数分の運動を合計して1日20分以上であれば脂肪の燃焼の範囲内となるそうですさあここからは無酸素運動をもう少し掘り下げていきましょう無酸素運動にもさまざまなバリエーションがあり例えば 50m ダッシュと 100m ダッシュ筋トレでもやり方次第で 有酸素運動や無酸素運動になり得ることがあります人間の体には大きく分けて2種類側筋と遅筋があり短く太いめっちゃ頑張る筋肉の側筋と長く細いゆったり頑張る筋肉の遅筋がありそれぞれ鍛える方法も違います例えば 100m とフルマラソンを速く走るための筋肉は違いそれぞれを 速く走るためのトレーニングも変わります同じくトレーニングあるあるですが筋トレをやるから必ずムキムキになるわけではなくそして女性だからといって筋肉がつかないわけでもなく綺麗に見せるためのトレーニング筋骨隆々になるためのトレーニングスポーツが上手くなるためのトレーニングはそれぞれ鍛え方が違ってきますそして有酸素運動無酸素運動には 体が動くことでエネルギーが必要となり運動のパターンで使われるエネルギー供給経路が変わります例えるなら車が速く走るためにギアをチェンジしていく感じでしょうかねそれぞれに適切な操作をしなければ車がうまく走れないのと同じことですね正しいエネルギー代謝経路を理解してトレーニングを行い筋肉の特徴を考えながら適切な負荷と休養を与えることが 自分自身の目的を達成するために必要なことであると言えるでしょうこれは先日行ってきたお花見の写真ですが桜を見ることでとても楽しい気持ちになりましたまた桜に関する豆知識も近いうちに投稿していきますね花を含む植物はもともと光合成ができ自分自身で栄養素を作り出すことができますお花はきれいな花を咲かせるために太陽の光と 養分をしっかり含んだ土壌、そして肥料が必要です。人間に置き換えると非常に分かりやすく、自己流のトレーニングでも筋肉厚くし、なんとなく健康にもなれます。しかし、栄養が足りないことで筋肉は大きくならないですし、ビタミン類が不足することでお肌が荒れやすくもなります。何より、トレーニングの方法を間違えてしまうと怪我をしてしまいますしね。適切な方法と正しい知識を持ち、 自分自身の体を育てていきましょう。